マキシラリアソフロニティスマキシラリアソフロニティスは卵化植物の一つで、保食する小型の植物。赤い小さな花をつける。図版保食系を伸ばす小型の多年草。ニセリン系は保食系の上に互いに2.5から3.5センチメートルほど離れて生じ、長さは約1.2センチメートルで濁った褐色を呈する。形は扁平な球形で先端に葉を一枚つけ。 木部は1から2枚の鞘で包まれ、この鞘の先端にも洋芯がある。洋芯は長大円形で針のようにとがあり、長さは約2センチメートルで角質。肉厚で表面には光沢がある。花期は春から夏までで短い花柄がニセリン系の木部から出て先端に花を一つつける。花は平らに開くことなく、額と側花弁は 台台赤色で、新弁は黄色い。背角片は大円型で、先端は針のように突き出しており、長さ1トル。側角片はそれよりやや大きく、メンタムははっきりしない。側下弁はトーラン型で、先端は針状、長さは約0 8トル。新弁は大きく3つに裂け、長さは約0 3トル側列片は丸くて、 上向きに曲がり、先端の円には葉のような凹凸があり、内側に巻く。中列片は卵形で乳頭状突起があり、円は四場。新弁の上のカルスは隆起して、その表面は滑らか。しべ柱は長さ0.5センチメートル。ベネズエラに分布する。本種は1844年に JW、モーリッツと H ワクナーが、 海抜1200メートルの地域で採集したものである。洋蘭の一つとして鑑賞用に栽培される。花は小さいが色鮮やかで鑑賞価値がある。栽培も容易でよく増える。以下、種として辛さは P271 度橋、P238 度橋、P238 辛さは P271 岡田 P150。ありがとうございます。